千葉県柏市。道の駅湘南。駅の反対は24時間使えます。バイクやロードバイクも多いです。テント棟と翼棟があります。テント棟。お花や。野花1個。おやきに。味噌田楽もあります。甘いの辛いの。甘いの。一つ。はい、じゃあ300円。はい、どうぞ。唐揚げ。カレークレープ屋さん。外は広い芝生がありました。テント棟に入ります。チーバくんグッズ。チーバくんピーナッツ。ピーナッツソフトクリーム。お弁当。ピーナッツ。千葉くんグッズ。トマト。いちご。バームクーヘン。今度は翼島に行ってみましょうかね。ピーナッツソフト。すごいね。ピーナッツ。パン屋さんもありました。湘南のごちそう食堂。ピッツァや大きな唐揚げ。その奥にもう一個あるのが野菜レストラン湘南。定食を頼むとサラダバーがあります。新
線ですね。木の駅から少し歩いていくと手賀沼が見えてきます。沼ってどんなのかと思ったら意外と湖みたいで綺麗。テラスでは充電もできます。ゴールデンレトリバーが遊んでました。駐車場の隣には満天の湯があります。歩いて行けて楽ちん。足湯広いお風呂です。お湯の種類もたくさんありました。今日はこちらで車中泊。おやすみなさい。千葉県道の駅湘南、自然とピーナッツがたっぷりでした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。